はい、どうも吉谷です。今回ですね、僕の名前が乗っ取られたということで、まあ、YouTube の方で今日ですね、その乗っ取られた内容の方を、シェアした動画を撮って、まあ、その、別動画で撮ってあるんで、それを YouTube、 この YouTube の下に貼っときますけれども、それをですね、LINE アットとか、まあ、YouTube の方でこう発信したところ、まあ、たくさんの方にですね、報告いただきました。ありがとうございます。はい、で LINE の方で今すごく、いただいたりとか、あと Facebook の方でですね、動画シェアしてもらったりとか、注意してくださいっていうのを書いていただいたりとか、まあ、多くの方にですね、協力していただきまして、ありがとうございました。はい、で今回ですね、まあ、いろんな方から全部報告いただいたんですけど、一応今日昨日今日発信されてるメルマガのタイトルが、現金50ドル分をタダでもらう方法っていうメルマガの件名で発信されていて、これで、まあ、これが無料だったり重要だったり再送みたいな感じで、この、まあ、件名で流されてるみたいです。まあ、いろんな方から報告いただいたんですけど、全部件名はこれにが入ってます。で内容は何かっていうと、トークン、まあ、仮想通貨だと思うんですけど、トークンをもらえますみたいな、トークンもらいますっていう、トークンをもらえるよっていう誘導をしています。内容に関しては、はい、で、吉谷ですみたいな感じで、メールが発信されています。なんでまあちょっとね、僕メルマガもやってませんので、これ誰かが書いて誰かが不特定多数にガンガン送ってると思うんですけども、多分その一応ですね、報告いただいたのがほとんど迷惑フォルダーに入ってるっぽいので、もしかしたらまあメール配信受信ソフトによっては、まあ、通常のホルダーに入っている場合もあるんで、まあ、通常のホルダーに入っている場合は見られる確率が高くなるので、まあ、勘違いしてまあ行っちゃう可能性があるので、これはですね、僕は書いてないですし、僕やってないので、このトークンっていうのは何、もうそもそもこの僕仮想通貨もやってないんでよくわかんないですね。だからトークンがそもそもなんやねんって話なんで、まあ、仮想通貨やられてる方はまあトークンわかんのかな。うん、一応僕多分まあ、基本的にこれ僕の名前を使ってこれを案内しているものなんで、これが、いいとは、多分言えないですよね。そもそも嘘の情報を流してるわけですから、吉谷っていう名前を使って、まあ、僕の名前を使って乗っ取って、でなんか自分が売りたい商品ですよね、なんかそれを案内してるわけですから、まあ、この内容はもう本当多分僕も確認それはしてないですけども、しかとしてください。しかとお願いします。しかとお願いします。であとは、まあ、今後も多分不特定多数でまた、まあ、今日昨日はこのメールマガの件名で流されたみたいなんですけれども、まあ、多分明日とか明後日とかまた件名が変わって吉谷ですみたいな感じで飛ぶ可能性もあるので、まあ、今後はですね、今回メールマガの報告いただきましたけど、今度偽装して僕の名前を使ってブログを立ち上げる人ももしかしたら出てくるかもしれないですし、僕の名前を使って LINE アットをやる人もいるかもしれないですけども、まあ、基本的に僕はもう今 YouTube をメインでやってます。で一応 LINE アットもちょっとやってますけども、 LINE アットに送る内容って僕の動画を送ったりとか、まあ、LINE アットにお問い合わせ来たら必ず僕返信してますし、あと動画で返信とかしてるので、まあ、もし LINE アットで僕の名前でもしやられたら、まあ、お問い合わせすれば分かると思います。だって僕お問い合わせしたら必ず動画とかで結構動画の確率の返信が多いので、動画はさすがに作れないですよね。うん、文章だったらまあ書けるんだ、誰でもできちゃうかもしれないですけど、はい、ということでまあ一応今報告いただいた、まあ結構な方に報告いただいたんですけども、全てまあこういう件名で昨日今日で発信されてるようです。なのでお気をつけください。内容はトークンっていうものを誘導する内容になってます。で、まあ、ここからなんですけれども、まあ、これだけだとお知らせになっちゃうんで、まあ、コンテンツの方をちょっとお話ししようと思うんですけど、まあ、今回ですね、全部いただいた内容がほとんどまあ迷惑フォルダーに入ってましたよってとこなんですけども、これはですね、僕、コピーライティング道場っていうのはやってるんですよ。コピーライティング道場。で、コピーライティング道場でもちょっと教えてたりとかしてたんですけど、まあ、迷惑フォルダーってまあ別に見る必要はないんですけども、まあ、これからなんか、文章、まあ動画を撮るのか文章しかないですから、まあ、ネットビジネスをやっていくとかね、ネットで何か稼ぎたいっていうことだったら、もうこれ、ね、文章か、まあ動画かしかないんですね。
ネットビジネス、ネットの構成、例えばヤフージャパンが構成されてるのって、まあ、テキスト文章じゃないですか。あとヤフーニュースとかも全部文章で構成されてますよね。だからそのヤフーニュースもピックアップでこのキャッチーなタイトルがついてて、まあ、クリックしたくなるようなタイトルをこうみんな考えてつけてるんですけど、まあ、文章と動画でしか構成されてないです。あとは写真ありますけどね。で今後ネットビジネスをやっていく上で、まあ、重要なのが、まあ、この文章と動画ですよね。まあ、僕みたいに動画をメインで撮れるっていう方は動画を絶対やった方がいいです。動画を。ただ僕みたいに、まあ YouTube に関しては別に顔出さなくても動画を撮れます。動画をね、動画撮れるんですけども、まあ、ちょっと喋るのが嫌だとか動画ちょっと撮るのが苦手っていう場合はもう文章を書くしかないので、文章を書くしかないんですよ。じゃあこれじゃあ文章を書く上でじゃあ何を参考にするのかですよね。何をで何を参考にするのかっていうところで、ほとんどの人がじゃあ文章を勉強するときに教材買ってみたりとかテンプレートを買ってみたりとか、まあ僕もですね、ちょっと待ってくださいね。あるかな。ありました。まあ、文章をね勉強する上でですね、まあ、この神田正則さん、神田さんすごく有名なんですけど、禁断のセールスコピーライティングっていう、まあまあ神田さんの方は僕もうこれ以外にもたくさんあって読みましたけども、うん、まあその文章大事だみたいになってくるわけですよ。じゃあで、まあ、こういう本を買ってみたりとか、まあ、その教材買ってみたりとかするわけなんですけれども、まあ、今回迷惑フォルダーに入ってたわけじゃないですか。実はその迷惑フォルダーにその入ってるメールの件名、これね結構ね勉強になるんですよ。まあこの前ですね、お客さんの中で迷惑メールは全部消してますみたいなことを言ってた人もいるんですよ。まあ迷惑フォルダーに入ってるイコール信頼ができない、だから消すっていう人もいてると思うんですけど、これをね迷惑フォルダーのメールの件名だったり内容、これをまあビジネスの観点で見ると、ビジネスの観点、要は不特定多数にブワーッと送ってるわけじゃないですか。だから信頼もクソもないわけですよ。で信頼もクソもない中で開かせる、クリックさせるんですよね。じゃあそのためにどういうふうな技術を使ってんのかみたいなね、それ悪用したらダメですよ。確かね悪用禁止みたいな神田さんの本もあったような気がするな。悪用したらダメなんですけど、それをいい方向に使うってことです。だ迷惑メールの件名だったり本文っていうのは勉強の素材になるので、それを悪用するんではなくて、それをいい方向に使うってことですよね。うん、だそうするとね、迷惑フォルダーの中身も実は勉強になるんで、めちゃめちゃその、なんだ、僕からすると、まあ僕はですね、そういうの知ってますんで、まあ昔から文章を書くときは迷惑フォルダーをどんな件名あんのかなとか、まあ文章を書こうと思っても書けないじゃないですか。まあ、天才だったらなんか文章降りてくるみたいなありますよ。で僕も一応10年以上、まあ、書いてきた部分もあるんで、まあ、ちょっと降りてくるみたいなあるんですけども、全く初心者の人が文章を書こうとした時にその書けないんですよ。何を書いたらいいか分かんないんですよ。でその時に真似るものとして一つの材料として迷惑メールですね。迷惑メール、この迷惑メールの件名だったり内容どういうふうに誘導してるのかとか、あとねこれねちょっとねシェアしたいんですけれども、ねすげえ面白いサイトがあるんですね。このね迷惑メールスペースまとめとかで検索してみてください。迷惑メールスペースまとめとかで検索すると、このスパム迷惑ランキングっていうのが出てきます。サイトでこの面白い迷惑メールランキングサイト、ちょっと見えるかな、この、面白い迷惑メールランキングサイトっていうのが出てくるんですけど、ここにめちゃめちゃのランキング つけられて、まあ、いろんな件名があって、ちょっと読みますね。ちょっと面白いんでこれ 1位、件名、1位件名ですね。信じられないかもしれませんが、私はチンパンジーですっていう件名です。ファンキーですね。
信じられないかもしれませんが、私はチンパンジーですっていう件名、これ1位ランキング、どういうことやねんって、もう内容もう見たくてしょうがなくならないですか。だから信じられないかもしれませんけど、私はチンパンジーですっていう件名来たら、いやそれは信じれねえよと、信じれねえけど、でどういうこと書いてんのって気になりませんとか。あと2位ね、2位、主人が大割り食いに恋され、あ、主人が大割り食いに殺されて1年が過ぎましたと。3名、助けてください。伝説の男、なんとか山本が来日します。4位、件名、何やっとるん、あんたのお母ちゃんよと。これもなんか、ちょっとグギってくるかもしれないですよね。何やっとるん、あんたの母ちゃんよっていう件名。なかなかファンキーですね。5位、今日も土下座してますかと。6位、天皇の座に即位しませんか。ファンキーだな。7位、あなたをフルーツに例えると。あ、これ面白い。ちょっとね、青山、あ、これちょっと面白いんですけど、8位ね。8位、青そばテルマ、山にいるね。これちょっと面白いんですよ。青山テルマをかけてると思うんですけど、まあ、青山テルマが今ちょっとあんま出てないんであれですけど、青そばテルマ山にいるよね。これ考えた人マジファンキーだなと思うんですけどね。青そばテルマ山にいるねってすげえな。要はそのどういうふうに、あのこれね、本のタイトルとかもそうなんですけども、結局その中身大事ですよ。でも中身大事なんですけど、例えばこの本とかのタイトルも、あ、なんだこれって思って本を見るわけですよ。まあ、立ち読みするとき、本屋ってたくさん本ありますよね。その中でなんで自分がその本をこう手に取るのかっていうと、まずこの本のタイトルなんですよね。だからこの本のタイトルがクリックしたくなるようなタイトルで、見たくなるようなタイトルだと何だろうと。あとはまあ自分が興味あるジャンルとか探してるジャンルの中でもまたタイトルがあるわけじゃないですか。だからこういう本屋行った時もそのタイトルっていうのは非常に勉強になります。で、僕自身も本屋行った時に、あ、これめっちゃ面白いやん、このタイトル、めっちゃこのタイトルすげえフックだなと思ったら、写真撮ったりとかね、写メしたりとか、したりします。まあ、もちろんね、本の、まあ、これね、ちょっと本屋さんによって変わってくると思うんですけど、まあ、本の中身をね、こう写真撮るのはもうまずいですよ。ただ本のこのタイトルぐらいは、まあ、お許しくださいみたいな、まあ、わかんないですよ。その本屋によって撮影禁止みたいなのあると思うんで、そこはちょっと守っていただきまして、まあ、もちろんその写真撮らない場合は別にそのメモ帳でスマホでメモってもいいですよね。はい、そう、一度やったら止められない、2万人以上は思わずに、なんだこう感じも、伝説の原稿をついに暴露と、永久実践版、禁断のセールスコピーライティング。そう、これもねすごいいいこと書いてありますけどね。あ、これとか、これは学生服、これお願いがあります、お願いがありますってヘッドラインですね。セールするたらお願いがあります。そう、あとは、まあ、店舗さんだったらこの手書きとかね、手書きのやつとか、まあ、いろんな書き方があるんですけども、まあ、そのコピーライティングって本当にリアル店舗の方でもコピーライティングっていうのは絶対必要じゃないですか。メニューもどう書くのか、どう表現するのかっていうところで、まあ結構その売れてる店舗さん、飲食店の売れてる店舗さんって結構コピー勉強されたりとかね、したりとか工夫したりとかしてるんですよ。メニュー表を工夫したりとかしてるんで、まあ今回ですね、僕のまあそのスパムメール、僕の名前が使われてるスパムメールが迷惑フォルダーに入ってるっていうのが結構ほとんどだったんで、まあ、その迷惑フォルダーもまあ勉強になるよっていうことで、っていう話です。はい、なんでまあ勉強の教材になるんで、実は迷惑フォルダーも、どういうものの見方、まあ、1話の方で、まあ、そのピンチはチャンスだみたいな話をして、どういう捉え方をするかによって人生が変わるってお話ししましたけど、迷惑メールも一緒で、どういう捉え方をするかによってそれが使えるのか使えないのかっていうのが変わります。もちろんね、悪用しちゃダメですよ。悪用しちゃ
それをいい方向に使うってことです。わかります？まあ原理原則は一緒なんで、あとはそこでちゃんとしたものを提供すればいいわけじゃないですか。ちゃんとしたものを提供すればいいですよね。でちゃんとなんかメルマが打つんだったらちゃんと LP を用意して登録してもらって発信するには別に問題ないですよね。ちゃんと LP があって登録してもらってそこに対して発信するのは別に問題ないわけじゃないですか。まあ LINE アットも一緒ですね。 LINE に登録してもらってから発信するのは別に悪くないんで、まあ不特定多数にブワーってなんかね送るのはそれはダメですけども、だからそういうプロセスがあった上で、開いてもらうためにそういうキャッチコピーっていうのは結構重要になってきますので、まあぜひ勉強してみてはいかがでしょうか。はい、ということで、本当にですねたくさんの方にですね、ご協力いただきまして本当はありがとうございます。まあ僕はですね変わらずYouTube の方で動画の方をバンバン撮っていきますし、まあ、この YouTube の動画のアップロードのスピードだったり本数は誰にも負けないと思ってますし、真似ができないんじゃないかなと思いますので、まあ、基本的にまあ僕に興味あるっていう場合は、まあ、YouTube をですねメインに見ていただければいいんじゃないかなと、まあ、そこはもう偽造しようがないですから、うん、はい、YouTube をぜひ見ていただければなと思います。あと今日ですね、あのモーリーが今日合宿来てるんですけど、あ、どうもお邪魔してます今日あのハイボール研究所最後やりますので、まあ、あの全くビジネスとは関係ないんですけどもし興味があれば、そういういろいろなさまざまなコンテンツをですね僕 YouTube でやって、まあ、展開してますんで、まあ、お時間あって暇だぞっていう場合は、ハイボール研究所よかったら。であとですね23時から毎日どうでしょうっていうやつもやってます。それはちょっと別チャンネルなんですけれども、まあ、そこでサポートもしてるんで、まあ、毎日どうでしょうが終わった後ハイボールやりますけど、はい、まあ、暇だったらハイボールの方このチャンネルでやりますんで、お越しいただければなと思います。ではですね今回本当にたくさんの方に協力していただき本当にありがとうございました。今後ともですね変わらず、僕はどんなことがあっても死なない限りですね、死なない限りあのここがありますんで、まあ、正直ですよ、ちょっとすみません長くなってるんですけど、あのね情熱は誰にも負けない自信があるんですよ。その売り上げとかね、売り上げとかそういうなんかそのマーケティングとか、まあ、僕よりもっとすごい人いますけどもね、まあ、情熱は絶対負ける気がしないので、まあ、その気持ちで頑張っていきたいと思います。気持ちでね、はい、では、今後ともよろしくお願いします。今回ご協力いただいた方本当にありがとうございました。